本日はなんと千葉県にあるリバークランドさん銭湯なんですけども、ちょっとね見つけちゃったんですよね、この素晴らしいサウナ。なので今日はですね、俺の一番の里も来ていただきました、小鳥から横山です。イエス、お願いします。里もですね、里もなんかね、いつもは事務所とバンドの関係なんですけども、今日はそうっすね、もう里もとして。今回はせっかくなんで横山も、はい、来たことないところなので、ここはオーナーさんがすごいこだわっていて、なんと銭湯の中で日本初の薪サウナを導入していただいてると。薪ストーブのサウナ、そう銭湯でね、基本山ん中しかないみたいな。そうログハウスとか、うん、本当に奥地行かないと薪って合わないじゃない。ないですね。サウナの愛が強いオーナーさんで。しかも話聞くと、水風呂も。うん。地下水。そう、地下水汲み上げ系で。あのサウナが一番好きな言葉。そう。地下水。で、組み上げね、組み上げちゃってるからね。それがなんと2種類あると。やばいっすね。やばいでしょ、マジで。数時間前まで、しっかり打ち上げ。なるほど、打ち上げ。打ち上げで、もうちょっとじゃあ2日余裕もあって、はい、今、一刻も早く抜きたい。抜きた、じゃあもうバッチリだね。そうっすね、本当に。しかも今回は、オーナーさんのご好意で貸し切ってますんで。わぁ、貸し切りなんてもう初めてかもしれない。贅沢のことないですよ。ちょっと売れた感じがします、ね、売れた感じが勝ち切れるんだみたいなね、はい、サウナってね、はい、なのでじゃあ早速中に入っていきたいと思います。失礼します。おお、広い。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だし、めっちゃ広い。あ、すごい広っ。あ、ちゃんとサウナグッズも。これもしかしてこれオーナーさんじゃないですか。うわー、ジョッキもキンキン、生ビール。冷やしてます。冷やしてます。かき氷のシロップが紙パック。かき氷有名らしいですよ。氷屋さんがちゃんと作ったかき氷をもう300円ぐらいで買えると。300円で食えるんですか？300円で氷屋さんのかき氷食える。すごい。もう広いね、休むところも。テレビがでかい？でかい。マジででかいわ。でっかい。じゃあ早速、じゃあ入ってみましょうか。のれんくぐって。行きましょう。はい、ということで早速入りましたね。シャワーも浴びてちょっと顔つきこれですね。なんか湯気ベイビー爆乳娘若干ソワソワしてました。こういう感じやってみたかった。ちょっとこれで今日は、まあ今回特別になんか巻き入れできるらしいです。いいですか。薪といえばキャンパー横山。もう慣れてるでしょ。マジでこれは紅葉樹ですね。これこんなことできるんですね。で特別らしいです、今回。いきなりオーナーさんの働いて。うわ、めっちゃいい匂いじゃん。匂いやばい。これ、銭湯でこれがすごいね。半端ない。ここ。すごいですね。ここちょっと、よりでやる。より、ね、うわー、マジでいい。力、音。なんか、だから、僕のサウナの理想はテレビじゃなくて あれを見るってことでしょ。だからキャンプと共存するよ。ほんとあれあれね、あれを見ながらね。普段はやつこの2段目、ここが一番暑いですよね。そうだからこの奥に奥がこの席取り、そう例えば、うん、今すごいもうこのサウナ、うん、サウナあるあるみたいになってるんですけど、うん、ここ、うん、一番きつくないですか。開けるたびに風が入ってくる。あ、出てくる。わかるわかる。あのちょっと一回ゼロに戻っちゃうんだよね。そう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 。本当に。基本はやっぱ熱い差が欲しければ二段目。そう、二段目。なんかね、通気口、あ、まあ排気の、はいはい、があるところが一番熱いんですよ。だから多分あ出ていくところ。いつも何セットぐらい？僕は基本三セット。三セット。で、まあ遠征とか行って、うん、そのホテル着いて、うん、入ろうかなみたいな時に、うん、近くのサウナ探していくんですけど。うん、疲れちゃうじゃないですか、まあ、最近サウナってね。なんかね、サウナって結構ギリギリのバランスだなと思ってて、うん、3セット行きたいです、基本は、うんうん、なんか今日はもうこのぐらいでいいかなみたいな、うん、なので2セットあ、ファストもあるにすることが割と最近は。あ、2セット、はい、じゃあ結構2セット濃いめの
だからセット数もちゃんと質が高いそうセットでやると、うん、なんかなんだかんだ久々に行ったら一発目が一番決まりますからね。なんだかんだね、うん、でも一発目ってなんか汗かけにくくない？まだあなので僕は最初はお風呂に入ってあ下茹でってやつですねこれが、はい、なるほど、はい、まあきついんですけど一発目一番、うん、あそこをなんとか乗り越えると、うん、かなりその後が充実するなるほどねいう感じがします。本当今年2024行ったサウナの中でうわどうですか、なんかお気に入りベスト3ぐらいせっかくなんですごい好きで、うん、絶対に行きたいのは京都白山湯高津寺店。うわなんかめちゃくちゃ有名なとこじゃんそれ白山湯ね。ここがもうやっぱ僕は水風呂が一番好きかなと。あそういくらでも入れるかつ、うん、時期によって温度が違うんですよ。へえあ結構自然の天然の結構差があってあじゃあ水道水とかじゃないと思うんだね。天然水ですね。へえしかも六条店と高津寺店があるんですよ、うん、まあ2店舗あるんだ。高津寺店に露天風呂があって休憩できるとこあると、うん、外に、うん、そこがいいんですよ。あ大丈夫です。めっちゃ住宅街なのに、うん、露天風呂があると。へえそれが僕らのすごい。あそれシチュエーションがね、はい、またいいなみたいな。まあこれ都内なんですけど。お都内お都内編プライベートでよく行くと、うんうん、なんか東中のアクア。うわアクア東はいいんだなあれあそこでいいんだよこれめちゃめちゃいいっすよマジで。分かるよ。めっちゃ熱いっす。サウナ分かる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 。部屋ってあんまないんですよねサウナ文化。ないよね。だって南の方ってだってそういう文化ないもん、うん、宮崎のマリノーバっていうところはまあサウナが結構湿度高めな地面時計温度はそんな高くないですけど、うん、僕は水風呂が超好きで。おーやっぱ水風呂ね。なんかね大江戸川っていう、うん、でかい川が宮崎にあって、うん、まあ、一番有名というかそこのなんかろ過水へえなるほど。でなんか謎に内湯に椅子が置いてあって、うん、風呂の中、うんうん椅子に座ったらここまで浸かるみたいな、うん、へぇー いいなぁ。なるほどね。あのメルビーと一緒。なるほどね。じゃあどちらかというかやっぱ水風呂重視だね今話を聞いて。結構基本はそうですね。水風呂非常に大事にしてるってことだね。僕はもうそこかなと思いますね。なるほど。料理できます。あセルフロールできるのすごっ。銭湯のサウナでセルフロールってなかなかないですよね。ないですね本当に見たことない。うんはいお願いします。お願いします。さっきだいぶ違うわ。全然違うっす。あーここやばいっすね。めっちゃいい。今はもうキャンプしてるみたいな。キャンプっすね。いやじゃあちょっと長いこと入ったんで一回行きます。水風呂行きますか。行ってみます。バーよし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 めっちゃ気持ちいい。でサウナによっては水風呂潜水 OK なところとないところあるんでここは OK みたいなんで今みたいに潜水しましたけどなんか NG だと本当に厳しいんで皆さん気をつけるとなんかやっぱ汗嫌だっていう人もいるみたいなここは OK です。これ贅沢ですからね。潜水っすよ。歯衣もブレーカーとか潜水っすよ。わかるわかる。気持ちいい。でこれはさっきオーナーさんがだけこだわってみるよ。地下水の組み上げてると。本当に痛くないんですよ。天然水。最初冷たいんだけど、ずっと入ってられるのが。水分水って刺すよね、今回。そう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 。やっぱ外もぬるくなってる。外もぬるくなってます。外も行ってみますか。あ、マジか。じゃあ、せっかくなるで、こっちにもぬる湯。あー、ぬるいいわ。これめっちゃいいわ。俯瞰的な。めっちゃいいわ。俯瞰湯みたいな。やばい。やばい、これ。めちゃくちゃ。
ちゃいい。めっちゃいいよ。お母さんのお腹の中に入ってるから。廃墟みたいな。あれ、シートの。吸い込む。心臓とかなんか。いや、気持ちいいわ。マジでいい。あ、これやばい。これやばい。ずっといけんだから。これずっといますよ。ずっといっちゃう。もう、それじゃもうカメラの充電器。こんなことしたらもう。うん。せっかく椅子あるんで。そうだね。じゃあここでちょっと整っていきますか。じゃあ、そうですね。これ、レッドラインのプロモーションなんですか？プロモーション風。でまあ、セットラインでちょっと話したいんですけど、はい、まあ、レッドラインね、本編、あの、まかえん坊がこの前の誉れとのバーベキューに全部話したので、はい、まあ、店長が横浜にいてくれるんで、その、まかえる前に俺がどうしてもやりたかった、レッドラインフォーフィスファイナル。どうしてもやりたかったんですよ。あれもファイナルか。これファイナル、もう、この4番組、集まることはあっても、レッドライン名義でやることはない。ないんだ。よくあの4番組が集まった。本当。でも、なんか、レアドベクして、ね、やったな。どうぞどうぞ。ああいうイベントって、ね、慣れ合いになっちゃいそうっていう。ああ、そうね。だからみんなそうじゃないって感じを保つ。みんななんか、どっかでやっぱ自分らしさを絶対保つつも、どっかで超えていきたい、クイズは先輩後輩関係なくっていうのが、そこをクイズいいところだったよね。でも、逆に言えばレッドラインの始まりもここですか？いや、なんかそれを忘れてもなかったんだね、俺。いやということでね、俺らもっとこう、じっくり、入りたいんで、一回カメラ止めて。はい、ということで、今ご覧の通り最高でしたね。もう見てもらえば分かると思うんですけど、僕らを、はい、なんかあんま喋りたくないですね、喋んなきゃいけないのに。どう？もう帰っていいですか？薪の匂いがまだあるんですよ、この。わかる。キャンプ行った帰りも同時に味わえてるみたいな。2人で、あの、無言で炎を見ながら、じっと。ね、やばかったよ、マジで。うん。で、今上がったわけですけども、はい、やっぱ上がって今もう喉カラッカラじゃないですか、僕ら。お店のオリジナル、まあオロポは普通なんだけど、はい、オリジナルのオロポに似たような、まあ、形のドリンク、整いドリンクあるっていうことなんで、早速飲んでみたいと思いますが、こちらですね、カークというその栄養ドリンクですね。カーク、俺は初めて見たけど。俺も初めて見ました。カーク、ロイヤル栄養ドリンクなんですけど、ヤクルトを同時に入れるみたいですね。バチ決まりとかないですか？分かんない、でも。ほら、帰るとき。あとか飲んないですか？うわ、そう、色めっちゃいいよ、なんか。カクテルみたいな。すごいね。すごい。じゃあいただきます。うまっ。何これ、何これ。うまっ、うまっ。美味しいですね。何ですかこれ。ここでしか売ってない。絶対売ってない、このカークは。日本で、もう日本で。すごいスイッチある。もう俺絶対帰って寝ますけどね。寝れなくなるね、これは。めっちゃうまい、これ。飲んだことあるような味してますよね。どっかでね。で、まあ、これもオリジナルドリンクすごい美味しいんですけど、さらにここのね、さっき冒頭でも言いましたけど、かき氷、氷屋さんの氷を使ったかき氷が、ビバークかき氷っていうのもあるみたいなんですよね。安くないですか？安すぎでしょ。全部300円オール。はい、ということで来ました、かき氷。横山のがレモンで、俺は練乳。普通に量多いっすよ。これで300円ってこと？半端ない。いかにもふわふわの。食ってみますよ。あ、わ、もう全然違うわ、入れた感じが。ちっちゃい声。全然想像超えてきた、俺。粒子が細かすぎて、むせそう。なくなる。やば、すぐ。パウダースノーみたいな。うんまっ。上のシロップがなくなったら、セルフで好きな味かけ放題。なるほどね。まあ練乳やばい。うまくない？はい。こんな安く出していいんですか？いや、全然知らなくて。そのまま。こんなもんだなって出したら、お客さんから、いや、これ500円。いや、絶対そうっすよ。安すぎるっすよ、これ。てか、これ、うん、レッドラインでなんか、うん、
この感じ消化できないですか？サウナ。あ、サウナ？オフラインで、の裏とかで。うんうん。あるの。やる予定ないですか？この段階では予定なかったけど、うん、確かに外に作って、幕張の。バックヤード？バックヤード。いいかも。なんかお客さんとかぶっちゃけ入る暇なんてないじゃん。そう見てたらそうっすね、うんうん、あのタイムテーブル上だとアーティストはやっぱこうバーってやってもらった後にまずサウナ入ってもらってそっからなんかご飯とかね最高だよね。嬉しいよね。いやいや食事も美味しいからバックヤードは。あれも作んのありだね。作っちゃおうかな。やった。これからこれあったらいいもんな本当。で、あげる。あ、あれね、ラッキーカーク。ありかも。カークは絶対入れましょう。カーク、カーク、どこへ行ってんのかよ。いやー、よかったね、今日は。でも最高でしたね。観光にもやっぱりサウナも入って、さらに新しいオロポに変わる整いドリンクも発見できて、ラッキーカーク、最高でした。いやね、まずはね、来週、レッドナイフオフィスファイナル。あ、そうですね。ね、ことにはね、2回出てくれますからね、ファイナルと、あと幕張とありますんで、ぜひね、多分どっちもね、来てくれるお客さんももしかしたらいるかもしれないんで、そしたら2会場で、もし幕張だけっていうお客様、ゼプチューンズだけっていうお客様は、その時にまた会えたらなと思うので、ぜひ会場でお会いしましょう。それでは、バイバイ。